アレクサンドル・アベレスクは、ルーマニアの軍人、政治家、元帥。第一次世界大戦中に、ルーマニア陸軍司令官を務め、サンド首相となったほか、1918年1 9 1八年一月から三月には、会長、1 9 3八年には無任首相を、務めた。一九百七年の農民放棄の鎮圧で頭角を、表し、モルダビアのルーマニア戦線で評価を高めた後、 1920年から1921年にかけて政権を握った国民自由党に接近し、フェルディナンド一世と国民自由党の講演及びコンスタンチン、アルゲトヤヌやタケイオネスクの支援を得て権力を握った。彼は国民自由党の指導者ヨンブラティアルの支持のもと野党勢力により引きずり下ろされるまでの間に農地改革を法制化し、 共産主義活動の抑止政策を取った。1926年から1927年にかけてはイタリアファシスト政権との間で締結した条約が物議を醸し国外逃亡していたルーマニア王子カロルと福井の密約を結んだ。アベレスクは国民自由党の隊長に直面するが多数の右翼勢力との取引の末カロルを帰国させ カロル2世として即位させるのに貢献した。アベレスクは前線の回想録を含む12以上の著書を執筆し、ルーマニアアカデミーの名誉会員に漏れした。未俳優観光勲章を授けられたほか、1930年にルーマニア元帥に劣せられた。ありがとうございます。